私こそごめんなさいです。私がわがままばっかり言ったから。そんなことないですよ。ダーリンはかっこよくて素敵な人です。誰が何と言おうと、私にはダーリンが世界で一番ですから。はい、そうしましょう。あの、ダーリン？電気を消した後も眠っちゃうまでお話ししていいですか？私はダーリンのこといっぱい教えてもらいましたよ。だから前よりもっと彼女らしくなったと思います。どうですか、ダーリン？
嬉しいです。これからもいっぱいいろんなことを教えてくださいね、ダーリン。そうですね、お買い物をしておいしいご飯を食べて、あと映画も見に行きたいです。新しく始まったのがあって。何の問題もありませんよ。その時はダーリンが家までエスコートしてくれますから。その時は胸を張って紹介しますから、この人が私のダーリンですって。いいんです、むしろダーリンも取材慣れしておかないと。いつか獅童さんは人気アイドルであるイザヨイミクさんのどこを好きになったんですか？取材の練習ですよ。ちゃんとかっこいい返事できるようにしておかないと、いざバレた時に大変ですから。ダメです、いざという時はビシッて決めてくれないと。まっすぐで嬉しくて、優しいところ、かっこいいところ、すごいところ、優しいところ、いいんです、とにかく私はダーリンの全部が好きなんです。ダーリン、この手は離さないでくださいね。はい、ちゃんと捕まえておいてくださいね。